どうも、えー、ボビー・アトレーザーのボビーです。えー、今日もですね、えー今,日えー、今日はもう、12月28日です。ね、えー、いよいよ年末ですね。うん。まあ、118回目のライブ配信になります。それでは、オープニングムービーをどうぞ。 ボビー・アトレザーのボビーです。大阪のボビー・アトレザーのアトリエからライブでお届けしています。ねえー、年末ですかね。もうなんかこうクリスマスが終わってこんなにダダっとね、こればっかりどんじでしょう。でも今日月曜日じゃないですか。まあまあひょっとしたらね、今日か明日で、えー、まあ、えー、仕事はあ終わるというね職場でね今日は大掃除とかねされているところもあるかなと思いますけどね。 僕も勤めてた頃はあ29日30日ぐらい29日ぐらいかな大体ね、えー、行ってましたね。うん、で <laughs> そこからあねもう掃除したりしてましたけどねいつも思うんですよなんでこの寒い時に掃除して全部せないあかんのやろと思って手かじかむしと思ってねこれもずっと思ってるんですよね。ももっとと暖かかかいい時の方がエンンチャウつも4月頃とか あぐらいに、えー、大掃除はなんでせえへんのかなってずっとこれいっつもねもう思ってるんですけど僕以外にそんな思ってる方っていませんかね <laughs> ねあのーまあ、この時期はこの時期でねあの片付けはするけどあの大掃除っていうのがもうおねいっつも思うんですよ。だいほこりとかであの喉痛めるしあの <laughs> あのほんまにねあの体冷え切るしと思って、うん、あの毎回思いますね。うん 皆さんどうですかね、うんあのまあ、今日はあんまあまあ,あまあまあ,あの緩い配信みたいな感じになりますけどね、まあ、今日も午前中はあブログを書いたりして、まあ、今は、まあ、あちょっとレーザーの方はですね、えー、型紙を作りながらあちょっとこうやったことないようなことをやるんでちょっとこう検証したりとかあしながら、まあ、実験っていうかあそんなしながらですね、えー、なんかこう。お 模索しながらっていう感じかな。うん。もうそのしながらこう積み上げていく段取りを今やってるところですね。まあ今あブログも書きかけて,てですね。うん。まああのまあこのまあ基本的にはまあ年末はまあブログ中心になるかなっていう感じですけどね。うん。でまあふっとこう思い出したことがあって、えー、まあ、えー、あなたにとって、えー、パワーが湧き上がる音楽って何ですかとか。 なんかそういういいタイトルにしたいなと思ってです、ね、ふっと思い浮かんだんですけどね、うん、まあまあレザーのことばっかりでなくてもいいかなと思って、まあ、僕にとってはまああのーレザーとかねを通じてですけどいろいろなことをレザーを通じていろいろ考えたりすることが多いんですけどでまあたまたまあの過去の Facebook の投稿でですねもう9年ぐらい前のことなんですけど おまあその頃もまも今と変わらずもう環境はちょっと変わりま,す変わりましたけどおたまたまちょっとおにぎりの写真が出てきてまあ当時まだね子供だった息子がですねえ少年だった息子がですねえ夜食のおにぎりをですねえなんか僕に作ってくれてたんですね。でまあ,あもう今はもうねえ大人が一人いると一緒な感じなんであれですけどでえふっと思い出してね その頃何を作ってったのかはちょっと思い出したことはないですけど多分革ジャンを作ってたんですよね今無念が練習ね,ねやってること一緒なんで <laughs>、うん、でそっから9年、えー、いろいろあって今もこういうふうにねここで、まあ、アトリエでこういうふうなことしてるんですけどえー、あのこうこうあアップダウンねあるじゃないですかこうねその中で えー、やっぱりこういろたった一と言の言葉とかあ音楽とかねたあの一つの味とか、うん、なんかそういうふうな,なことで節目となったりとかする時っていうかそこから起点になんかこう振り上がらされて前へ向けるという時があよくあったりそういう場面があったりするんでね。で まああのそういうパワーの上がる音楽っていうかうねまあ音楽で言うたら広くなると思うんですけどまあ映画音楽で言うたらロッキーのテーマがいまだにえこうなりますけどね <laughs> なんかこう昔ねあの一人暮らしした時に藤井寺の道明寺っていうところに住んでたんですよ一人下宿っていうかまああの文化住宅でね。で隣が えー、パチンコ屋さんったんですよね、まあ、駅の近くに住んでたんで、まあ、駅大体駅前ってパチンコ屋さんが多いなと思いながらねでいつもそのロッキーの電話が <laughs> かかってるわけですよだから、えー、当時僕カーテンとかもない生活やったし学生の頃はね、えー、すりガラスみたいなところにいつもネオンがこう <laughs> チカチカしてて <laughs> 夕方になったらタ,タ,ラタ,タラ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 ってこうあの、ね、あのイントロがかかって。 えー、多分フィーバーの時間なんでしょうね、うん <laughs> まあ、そういうことを思い出しますけどね、うん、なんかこう自分がこうなんかこうグッとこうなんていうの前に向きたいのに向けない時ってあったりして、えー、なんか両足をこう泥,泥の沼に入ったかのような感じでもう前に行こうと思うと行けないようなっていうかあそういうふうな時がの心がねなった時、えー、どうしようかってこうも思う。 いう時にねあのよく聴いてた音楽というか自分の中でこう流れる音楽というかまあどっちかというとたら日本語の歌が多いんですけど、うん、何曲かふとあるなと思って思い,出した思い出すなと思ってで僕で言ったらあれですかね長渕剛さんのですね「Hold You Are Last Chance」って曲があ,、ね、あるんですけど、えー、僕高校生ぐらいの時かな、ね、高校1年かそれぐらいの時かね 1> ここ12年二年くらいの時に、えー、アルバムが出ててでよく聴いてたアルバムだったんですけどねその中のエンディング曲で、えー、まあとその当時はええ曲やなとは思ったんですけどでこうそれから三 <laughs> 十数年経って、うん、時折こうね聴く機会があってあいい曲やなと思ってねあのなんかこう。 それとかあととステイドリームとかねあの個人的には「耳かきの歌」って曲があるんですけどもうこれ多分知ってる人いないと思うんで,あのですけど長渕剛さんのね9分ぐらいある曲なんですけどねすごく心打たれてなんかこう「頑張ろう」って気になる曲なんですね。とは「バイバイ」かなうんそ,れそれもよく一人でボロッとこう口をついて出るようなうん感じかな。 あとは僕ね ARB の「魂焦がして」もそうですし「Own My Own」っていう曲かなすごくあの心突き動かされる前に向かしてもらえるパワーが出る曲でしたね。 ぜひねあの僕が喋ってること多分知らない方もいるかもしれませんけど大体は僕のコーナー見てる方は大体聞いたことあるよとか持ってるよという方が多いと思うんでね、えー、また聞いていただければなと思いますしね <laughs>、うん、あとね小田和正さんのね、えー、風のようにやったかな、うん、風のようにもこう「頑張ろう」っていう感じになりますねパワー出ますねまあ他にもおいろいろありますけどね。 あとはあの子供が当時聴いててえそこそは部屋から流れる曲で教えてもらった曲かな,なんかうんですごくパワーをもらったのがねえあれ「湘南の風」の「ガチ桜」やったからとかねもうパワー出ますね。あと他にももう全曲パワーがねみなぎるような,なんか「よし頑張ろう!」 向こうへ行こうって、いままた前へ行こうっていう曲が、ああもう湘南の風は多いですね。うんどの曲もパワーを感じますね。うんあとあのファンキーファンキーベイビーズかな、あの聞いててそあの息子がであと一つねえあれ聞いてもなんかこう元気出ますね。うんなんかこう音楽っていうのもすごくこう すごく伝わりやすいというかよし行こうっていう,うなんかねあのこうどん底な気分の時とかはなかなかこう本を読む気になってりもせんしなんかこうなんかちょっと違う感じがしてでまあ,あちょっとね散歩しながら音楽を耳にねこう入れて、えー、散歩する時があるんですけどねそういう時にやっぱこういろいろさっきまでね喋ったような曲をねよく僕は聴きますね。 はい、あなたはあのここ、ね、ご覧の皆さんどんな音楽を聴いたりされますかなんかこうアップしたい時とか、ね、パワーを欲しい時とか、ね、なんかそういうふうなことをね、えー、僕は音楽からいろいろ教わったような気がします他にもにも、まあ、洋楽でもいろいろありますけどね、うん、気分によって聴いたりとかあらもう今年はほんまにライブに行けてなかったりしたんでね本当にえー ロックロールショーがあーすごく貴重な感にもしましたね。うん、そういえばもう今年になってそういうホールに行ってないなと思ってね今日もゾッ,ゾッとしたというかおおと思ってね新幹線にも乗ってないでしょう。ねえまああとんやろコンサート会場行ってないですね。フェスティバルルホールとか 去年の冬ぐらいにね行ったフェスティバルホールぐらいねあの秋ぐらいから冬に行った以来ですよずっと行ってないなと思ってね今思えばうんあと映画館もね行ってないんでまあまあもうちょっとしたら行こうかなとは思いますねうんあの冬休みを利用してねうん一度は行ってみたいなと思いますねちゃんとあのマスクもしてねなんかあの手もねあの 今年はなんかそんな年でしたねマスクとあのこう手の,あのシュッシュッとするやつ <laughs> まあアトリエにもまあまあ置いてますけど、まあ、これはもうアトリエにも置いてるんですけどこれはもう何年もずっとこれまあアトリエができた時ぐらいからもうずっと置いてるんですけどね、うん、あのずっとこうまあそういう習慣にはしてますけど、うん、なんかあそういう、ね、もうほんまに梅田に出る機会すらああ減ったなと思って。 うん、なんかねなじみの店にもまた顔出したいなと思いますしね、うん、なんかそういうふうな全てのことがすごい大切やなと思うような本当にね、えー、そんな一年になったような気がしますしねまだ一年を振り返るにはまだあ3日ぐらいありますからね、うん、まだ2020年、えー、突っ走ってね行きたいなと思いますけどね、うんえー、毎日毎日をね、えー、大切にせなあかんなとは思います。うん えまたねなんか歌とか音楽とかやったらまた教えてくださいね、えー、それでは、えー、今日も素敵な一日をお過ごしくださいボブギでしたじゃあねバーイ